このわれてるこの車呪われてる,れてるいや穏やかじゃないですねどうも、えー、佐々木です解説も佐々木です、えー、まあ昨日も一応動画は上げたんですけどもはい、上げましたね、えー、あ見てもらった方がいいですね、これね、えー、この リアウィンドウですねはい。このリアウィンドウから、えー、時折ですねまあここ最近まあ前回の動画でも同じことを話しましたけどもだったらもうええやん、えー、異音がするんですね同じこと何度も何度もこのまあ予想ですけどもこの窓なんですねリアウィンドウなんですねこのリアウィンドウを 外から,こう外からこうグーでこう叩かれたような音っていうか、この拳ですかちょっというのは難しいですけども、まあ一番わかりやすい表現はサッカーボールが飛んできて、窓に当たったというような,なんかそんな感じの音なんですね、ドンと。 まあこのサッカーボールタスゲは後に撤回します。三ヶ月？三ヶ月、うん？ここに三ヶ月ですね。最初こうなんかこう気温差で室内と、えー、外のその気温差でまあそのボディがちょっとこうまあ収縮膨張してそんでこうペコンと。 言ってるんかと最初思ったんですけども、うん、よくありますね、うん、どうやそうでもなさそうなんですねなんか音音質的になんかボディじゃないんですねやっぱこう窓なんですね窓をこう叩かれるような、はあうん、なのでまあいまいち,ちょっと原因がよく分からんのですねまあ後にわかります、はい、その音が鳴った瞬間にあの外に出てみたりするんですけども外に出たときに 別に誰かがいるわけでもなく別にその物がぶつかったようなそういう跡とかあともちろんその窓に手形なんて全然ついてないのでうん明らかに多分この車単体になってるんだと思うんですね。まあ、それはもう、えー、昼も夜も関係なくてなか場所も関係ないんですね。どこにいても大体、まあ、いい30分か1時間おきに1回くらいの頻度でーンと叩かれるような。 だからそういう音が鳴るんですね。き、え、ょ、ーね、うはここに定点カメラ仕掛けてやろうと。<ー>う定点カメラ仕掛けてもうその瞬間を捉えてやれば何か分かるんじゃないかと。まあそれが一番確実ですね。いきたいいいと思いますいやー、本当いろいろ不思議なことっていうのはあるもんですね。まあでも必ず 必ず原因っていうのはありますからね。えー、一応このトランクの下、トランクの下もなんか見えるように一応、えー、椅子倒しておきましたんで、はい、ちょっとこれで見てみましょう。はい、見ていきましょう、えー。この車内はもう密室状態です。も誰もいません。この定点カメラのみがこの車内にいます。 えー、10分後、早速なりますよ。来ますよ。うん、今のですね、今のかってこと、さ、は、ら、い、に25分後。来ますよ。うん、今のはちょっとちっちゃかったな、さらに1分後です。 うん、ちょっとカメラだと分かりづらいかも分からなんですけどね、あのカッってなるんですよ。結構な音なんですよね、あれ。うん、はい、40分後、来ますよ。ま、うん、あ,あ、この後は特に何も起こらなかったんですが、うん、いい考えですかね、あのカッって音ね、うん、カッって音。スマホのバッテリー切れです。 翌日一日で撮ってる金に見せかけて翌日定点カメラを設置しましてまあ二時間くらい撮ったわけですけどもまあスマホのバッテリーが二時間しか持たなかったんですただ改めてその音をですねよくよく聞いてみるとこの窓じゃないですねやっぱり改めて冷静になって見てみると違うもんですね窓 叩く音じゃないですね、はい、なんか聞いたことのある音だなってことでえこれですねこれそうこれにそっくりなんですよねこのボックスこのボックスのこの部分バックルって言うんですかここのバックルの部分バックルこの音この音 バックルをこう締めるときのこの音、これだと思うんだよな、このふのガタつく音、なんか、なんかこんな感じの音になんか似てるなと、まあ、これもここにこうバックルが。 バックルバックル言うてますけどバックルっていうのはあのベルトの,あの真ん中の金具のところあれがバックルっていうんですねこういうボックスののはこれラッチっていうんですね通称パッチンジとも言いますねなんか違うなまあいずれにしてもダウンに近いですよね違うなやっぱこれだな この音に近いこれ似てるなでもなんかこうして見てるとなんかこれも違う気がするんだよなまあ見てわかる通りそんな音を発するようなものなんてなんも入ってないですけどねそうなんですよ、えー、バッテリーのケーブルだとかクロスエンチとかあケーインゴップ三角…停止板三角停止板って一瞬出てこない。ったあそうまあ簡単なラチェット いや、そんなもんですよ。うん、あ,あとね。あとこれ開票スプレーあの窓窓を凍った時に使う開票スプレー。いやあ。これから必需品ですよ。これは？いや、そんなもんすよ。何もそんな内側からこう。突き上げるような。そんな動くようなもの。何も入ってないんですけどね。これがこのボックスが。ここのバックルが。 バックル勝手になってるっていうことなんですかね。えー、もしかして呪われてる？えー、この車呪われてる？そうブレーキキャリパーのダストブーツも今年で3回も穴開いたんですよ。 サーキット走ってるわけでもないのに、まあ、気にしすぎなのかもしれないですけども,もん、ね、なんかそういうのあると、まあ、なんか嫌ですよね、えー、これがなってるんだとそういうことにしときましょうかはいそういうことにしときましょうもうそういうことにはいボックスがなってますいやーまあ結局のところうん やっぱこう見返してみると窓が鳴ってるわけではないということは分かったんですけどもでもこうやってまたボックスが鳴ってるだのとバックルが鳴ってるだのとまあ言うてますけども,でも改めてこうやって見返してみるとうんなんかこれもこれでなんか違う気もしてくるんですよねまあ実際何が鳴ってるのか分からないですねうんただ この定点カメラを撮ったのは、これ実はあの車を全く動かさない状態、車を動かした後だとどうしてもねその走った後だと車に熱が、熱を帯びてますので、その熱が冷めて、例えばマフラーとかがこうカン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 、その熱の収縮で冷えて、その収縮でマフラーの音が鳴ってたりとかもそういうことになってしまうかもしれないので、あえて車を動かさない、これ。 朝に撮ってます、うん、なので、車は完全に冷えた状態、何か収縮するなんてことは、ほぼほぼ起きない状態で定点カメラを置いたんですけども、うーんでしかもこの日、天気もあまり良くなかったんで、朝からずっとなんか雨混じりの天気だったんで、気温もそんなに変わってなかったと思うんですけどね、太陽もそんなに出てませんでしたし。 実際何が鳴ってるのかいまいちわからなかったっすね。うんでもこれ本当にここ数ヶ月なんですよね。なんかその車まあ暖気中車の中に乗ってた時になんかそういう音が後ろの方からするようになってあれなんか鳴ってるなと。 うーん何がきっかけでなり始めたとかあのリア周りでそんな何かを交換したりだとか、うん、何か後ろリア周りで何か整備したとか、うん、あのバックドアのオープナーをだいぶ夏ごろに変えたっていうこと以外このリア周りは何にも触ってないんですよね。 でしかもそこからずいぶん時間も経ってますしねオープナー変えてからもしオープナーが原因だったとすればもう変えたすぐ後からなるはずなんですけども結構時間空いてから急になりだしたんですよねまあこれはわからんですねまあ次回の動画で多分やると思いますけどもブレーキキャリパーのあのシール あのピ,ストンピストンのところについているあの外側のダストブーツっていうんですかね、キャリパーのダストブーツ、そこが破けてたんですよね。だって、シール交換したのが約1年前、ちょうど1年くらい前に1回シール交換して、そこから3か月か4か月経った頃に見てみたら、なんか穴開いてて。 その時その上のシール上側のシールだけそのダストブーツのとこだけ交換してでそっからまた数ヶ月経ってえ夏ごろ見たら夏ごろ夏もまた穴開いててでまたそこのダストブーツ交換してそんで今月ですよ今月見たらまたダストブーツに穴開いてるしかも今回はえらい勢いで もう穴とかいうレベルじゃないですね。もう完全にもうぶっ裂けてましたからね。まあ次回の動画でそいつは見せますけども、ちょっとそんな一年に何回も何回もそんなキャリパーのシールって穴開くもんすかね。そんなサーキットこんなしょっちゅうガンガン走ってるっていうんだったらまだしも,もうほぼほぼ街乗りですからね。なんかそういうのも なんかおかしいなーっていうふうにはまあ思ってましたけどもまあまあまあそれもうんたまたまなんですかねまあしばらくこれでまた様子を見てみたいと思いますということで今回はおしまい